皆さんこんにちは、仮想通貨ニュースエクスプレスです。このコーナーでは忙しい人のためにニュースを5分間にまとめてお伝えしていきます。とてか最近結構ニュースエクスプレスサボっちゃってたんですけど、懺悔って感じで、ちょっと最近のニュースをいくつかピックアップしていきます。最初はサッカーの本田選手がビットポイントのなんかイメージキャラクターみたいな感じで起用された件についてですね、結構ビットポイントで来るとは思ってなかったので結構びっくりでしたが、本田選手自身はなんかウィル・スミスとドリーマーズファンドっていう、ファンドを立ち上げたりとか、あとこの間も、イーサリアムファウンデーションの宮口さんと一緒にこの東京で学生向けになんかブロックチェーンの未来についてみたいなトークとかをしていたので、かなりこのビットコインとか仮想通貨ブロックチェーンの会、業界の方にはかなり興味を持ってらっしゃるみたいですね。結構出川組とか剛力組とかありますけど、本田組の、運命やいかに。はい、じゃあ次のニュースは、ビットコインキャッシュの混乱についてですね。ビットコインキャッシュもロードマップがあって何回かハードフォークする予定なんですけれども、ビットコインキャッシュの方向性がちょっと2個に割れちゃってるみたいな感じ で、ビットコイン ABC の方が先に仕様を発表したんですけれども、それを見て、オーストラリア人の、自称サトシ仲本のクレイグ・ライトさんがなんかそれはサトシのビジョンじゃないみたいなことを言って、なんかちょっと別れちゃいそうみたいな感じになってます。これフィスコさんで記事が出ていて、私もそこまでまだ詳しいわけじゃないのでちょっとこれを機に調べてみようかなと思いました。はい、じゃあ次ですね。アメリカの取引所たちの自主規制団体っていうのができて、バーチャルコミュニティ、アソシエーションっていう VCA っていうのが、できて、9月に最初の会合が開催されるみたいです。ここに入ってるのはウィンクルボスのジェミニーと、あとビットスタンプとビットトレックスと、あとビットフライヤー USA らしいです。とあえてコインベースが入ってないっていう、これどういったグループなのか若干謎ですけど、ここの目的はルール作り、フレームワーク作りっていうことで、この団体の、会員向けのガイドラインと、あとはなんか公平性とかリスクマネジメントと、あとは、顧客の保護とか情報記録に関するガイドラインのこの3つを、決める予定とのことです。これどんなものが決まってくるのか、また9月にチェックしておきたいです。じゃあ次は ETF ですね。8月の22日木曜日、あ、23日かにプロシェアーズの ETF の回答期限が迫ってて、なんかちょっと来るよ来るよみたいなニュースサイトも言ってたんですけれども、結局なんか9件分の ETF の返事が22日水曜日に出たみたい で全部イジェクトも却下っていう風に出ていました。ただ、今日になって今朝起きたらなんかやっぱりもうちょっとなんか上の、そういうの普通のスタッフじゃなくって上のレイヤーのところでなんかもう一度再検討というか見直しみたいなことをしていますよ。なので、まだワンチャンありますみたいな情報が出てきていました。発表した後にそれすぐに覆すっていうか、違うかもっていう情報もあるんだなと思って見ていました、これもそうですね、リジェクトの理由がとなんか投資家保護周りだったので、これなんか簡単に解決しそうもないんですけども、やっぱ来年ぐらいになってからかなと思って見ています。はい、じゃあ次です。最後ですね、最後はスケーリングビットコインについてです。スケジュールが発表されていました。スケーリングビットコインはビットコインの開発者とかが集まって現状の課題とか、あとソリューションについて提案を話していくっていうような会なんですけれども、10月の6、7に、慶応大学でやるみたいです。チケットが3万円ぐらいするんですけれども、海外にわざわざ行ったりとかするよりもだいぶ安いかなっていうふうに思います。見たかったらオンラインでも見えるんですけれども、雰囲気を感じに行ったりとか人に会ったりとかしたい人は、行ってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今日はそんな感じですね。詳しく知りたい方は下にリンクをつけているので見てみてください。では次回もどうぞよろしくお願いします。ビットコイナー反省会ではチャンネル登録1万人を目指して頑張っています。1万人いったら他の YouTuber さんとコラボしたりとか、あとは機材のアップグレードとかもしたいなと思ってます。下のチャンネル登録ボタンか横のバッチャー君のボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。